私の手握ってくれてありがとう。ナギ、ナギ。野宮さんはこのまま病状が進んだ場合、お前がやり残したこと一個ずつやってやろうぜ。別に俺そういうの一つもないから。伊藤ナギって詩人知ってる？闘病中に書いた詩なんだって。死んだの？もう4年前かな。生きるって夢中になるってことだと思う。ただ泣いて笑って過ごす日々に。好きだって一言言ってみ。トオル君はしたいことないの？どこにだって行けるよ俺たち。愛歌、約束の泣く人。